イルカを表現している三角形メッシュの例、ポリゴンメッシュ、または非構造格子とは、三次元コンピュータグラフィックスとソリッドモデリングの多面体オブジェクトの形状を定義する頂点、辺、面の集合のこと。レンダリングを簡素化するため、通常は三角形、四角形、または他の単純な突型のポリゴンで構成されているが、より一般的な多面の多角形、または 穴のあるポリゴンで構成されることがある。ポリゴンメッシュの研究はコンピュータグラフィックスや幾何学モデリングの大きな副分野である。様々なポリゴンメッシュの表現が様々なアプリケーションや目的に合わせて使用されている。メッシュ上で実行される操作には、ブール論理、平滑化、簡素化、その他多数が含まれる。ネットワークのための表現。 ストリーミングとプログレッシブメッシュはネットワーク上でポリゴンメッシュを送信するために使用される。ボリュームメッシュは構造物の表面と内容部の両方を明示的に表現するという点でポリゴンメッシュとは別個のものである。ポリゴンメッシュは広くコンピュータグラフィックスで使用されており、レートレーシング、衝突検出及び合体力学のためのアルゴリズムが存在する。 ポリゴンメッシュで作成されたオブジェクトは異なるタイプの要素を格納する必要がある。これらには頂点、辺、サーフェス、ポリゴンや曲面などがある。多くのアプリケーションでは頂点、辺、そして面、またはポリゴンのどちらかが格納されているのみである。レンダラは3つの辺を持つ面のみをサポートすることがあり、その場合、ポリゴンは蒸気の イルカを表現している三角形メッシュの例に示すように多数の三角形面で構成されている必要がある。しかし多くのレンダラは4辺もしくは5辺以上のポリゴンをサポートしているか、またはオンザフライで三角形に変換することができるため三角形の形式で保管する必要がなくなる。またヘッドモデリングのような特定のアプリケーションでは3辺と4辺の 両方を作成できることが望ましい。頂点は色、方線ベクトル、テクスチャ座標などの他の情報とともに位置を表す。辺は二つの頂点間の接続のことである。面とは閉じられた辺の集合であり、三角形の面は三つの辺を持ち、四角形の面は四つの辺を持つ。ポリゴンは面の集合である。他辺の面をサポートしているシステムでは、ポリゴンと面は等価である。 しかし、ほとんどのレンダリングハードウェアは、わずか3ペンもしくは4ペンのみをサポートしていて、それゆえポリゴンは複数の面として表現される。数学的に、ポリゴンメッシュは、気化、形状、トポロジーなどの他の要素を持つ、非構造格子、または、無効グラフと考えることができる。サーフェスは、便利だが、滑らかな領域をグループ化するには必要とされない。ソーダの感など、 キャップとシリンダーを考えてみよう。円筒形状の側面のスムーズシェーディングのためには、すべての面方線は中心から水平に離れる方向を指している必要があるが、キャップの方線は方向を指している必要がある。単一のフォンシェーディングされたサーフェスとしてレンダリングされると折り目の頂点は不正な方線を持つことになる。したがってポリゴンが3辺の面を グループ化するなど全く同様に、平滑化を停止する場所を決定するための何だかの方法がメッシュの滑らかな部分をグループ化するのに必要とされる。サーフェス、スムージンググループを提供する別の方法としてメッシュは分割角度など同じデータを計算するために必要な他のデータを含むことがある。さらに非常に高解像度のメッシュでは、 ポリゴンが非常に小さいため必要性が無意味になるとしてスムージンググループを必要とする問題を受けにくくなる。さらに単にメッシュの残りの部分からサーフェスを切り離すという別の代替方法もある。レンダラは連続していないポリゴン境界を越えてエッジを滑らかにすることはしない。メッシュフォーマットは他の有用なデータを定義することもあるししないこともある。グループは メッシュの中の独立した要素を定義し、骨格アニメーションのための独立したサブオブジェクトを決定したり、非骨格アニメーションのための独立したアクターを決定したりするのに有用である。一般的にマテリアルはレンダリング時にメッシュの異なる部分が異なるシェーダーを使用できるように定義される。ほとんどのメッシュフォーマットは何らかの形態の UV 座標も仮定している。UV 座標は 二次元テクスチャマップのどの部分が異なるポリゴンのどの部分に適用されるかを表示するために展開されたメッシュの別の二次元表現である。ありがとうございます。